回からまた人も多分すごく今増えて、そうですね、増えましたね。改めて聞きたいと思うんですけども、パレッツのこと知ってるよって方いらっしゃいますか？おお、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。でもね、だんだんね、こう夕方に近くなってきて、はい、お客様も増えてきましたので、改めて私たちのね、自己紹介をさせていただきます。はい、それではお願いします。はい、メンバーカラーピンク担当タカラです。よろしくお願いします。はい、メンバーから青のナナです。よろしくお願いします。ナナ。はい、黄色担当のミワです。よろしくお願いします。ミワ。はい、赤色担当チカです。お願いします。チカチカ。はい、緑担当ミズホです。よろしくお願いします。ミズホ。はい、パレッツはこの5人でお届けいたします。はい、今日はですね、イオンモールフィソーさんの20周年記念イベントということでね、私たち30分間ぎっちり歌わせていただきますので、はいはい、よかったら皆さん手拍子して一緒に盛り上がっていただけると嬉しいです。はい、お願いします。それでは早速続いての曲に参ります。はい、続いての曲はですね、カバー曲を3曲続けてお送りいたします。ね、知ってるよっていう方も多分いらっしゃると思うんですけども、よかったら一緒にね、盛り上がっていただければ嬉しいです。はい、それではお聴きください。好きだ。
広がるわけじゃないよ。誰かを傷つけないように誰も傷つかないように、あるはずのない答え探す呼ぶって私。
こそ思い出すんだ。このシャラに駆け抜けた日々、苦しみ分かち合った君、無駄な汗涙一滴もない。目と目が合うその瞬間を交わす言葉さえいらない。心通わせる僕らの心のビーチ、いつもパーフェクト。リトルグリーモンスターさんの、スキダ、そしてジュピター、エコーで3曲続けてお送りいたしました。楽しんでいただけたでしょうか、はい、どうでしたか。ありがとうございます。よかった。かわいいうちわありがとうございます。すごい新曲の名前がよく見てました。すごい。さあ、はい、そしてですね、はい、まあ午前中も、うん、午前中が完全初披露にはなってたんですけれども、はい、また今日午後来ていただいた方、口がねカツカツ、ごめんなさい。